K1 は、空手団体、青度会館の石井和義が1993年に創設した打撃系格闘技イベント。基本的にはキックボクシングでヘビー級を中心とし、世界的に知名度が高い。2012年1月より、香港に登記される K1 グローバルホールディング i リミテッドが、商標検討所権利を取得し、世界各地でイベント運営が行われている。 K は、空手、キックボクシング、カンフー、憲法などの立ち技格闘技あるいは、格闘技そのもの、そして、キングの頭文字を意味し、1は、ナンバーワンを意味しており、空手や、キックボクシングなどの打撃系立ち技格闘技の世界、1の最強の格闘者を決める大会を行うというのが設立のコンセプトである。命名者は全日本真空手導連盟創始の上村、a 一。 K1 の商標権は、もともとは創設者である、石井和義が所有していたが、2011年7月に、不動産デベロッパーのバルビゾンに移管。2012年1月にイムコムホールディングスが、バルビゾンの持つ商標権を買収することを発表し、最終的には当時イムコムの子会社だった、K、K1 グローバルホールディングズリミテッドが所権利を取得するに至っている。 1992年10月4日、格闘技オリンピック392カ空手ワールドカップで10万ドル争奪世界最強決定トーナメントを来年開催すると発表。後の K1 となる大会が初めて発表された。1993年4月30日に第1回大会 K1 グランプリ93から10万ドル争奪格闘技世界最強トーナメントが開催され、 8選手による無差別級トーナメントが行われた。1995年には、アンディフグをメインイベンターに据えて、K1 初の海外大会をアンディの母国であるスイスチューリッヒのハレンスタジオンで開催。以後、2000年まで毎年同スタジアムで大会を開催し、同スタジアムの最多観客動員記録を更新。1996年には、 富士テレビの全国ネットとゴールデンタイム放送に進出。1997年、三大ドームツアーと称して、名古屋ドーム、大阪ドーム、東京ドームで大会を開催。特に、東京ドームで開催された K1 グランプリ97決勝戦は、満員となる54,500人の観客を動員し、平均視聴率20.7%、 瞬間最高視聴率27.3%を記録した。また、同年には日本人選手を主軸とする K1 ジャパン GP シリーズを立ち上げた。2000年には K1 グランプリシリーズを K1 ワールド GP シリーズと解消し、北米、ヨーロッパ、豪州などで地区予選大会を開催するなど、本格的に世界進出を開始。7月30日、 K-1 ワールド GP2000 in n a g o では、K-1 の大会内で、プロボクシング公式戦ヘビー級6、R. マイク・ベルナルド VS、ジャスティン・フォーチュンを実施。石井は、日本 IBF と連携し、マイク・タイソンや西島洋介のスカウトに動いた。同年8月24日、青い目の侍、ミスター・ケイワンなどと呼ばれ、スター選手の一人だった、アンディ・フグが、 急性前骨髄急性白血病により35歳で死去。アンディと拳を交え、信仰の深い選手やジムのメンバーのみならず、芸能界からも哀悼の声が寄せられた。2002年には、ミドル級部門の K1 ワールドマックスシリーズを立ち上げる。また、2008年には、ライト級もマックス内にて新設された。中継局は TBS テレビ。二千二年には、 ジェロ・ムレ、バンナ、マーク・ハント、アーネスト・ホースと、ミルコ・クロ・コップラ多くの主力選手が好調期を迎え、さらに実力的に、前世紀だったボブ・サップが派手なパフォーマンスと、親しみやすいキャラクターで、一般層への知名度も爆発的に急上昇したこともあって、K1 人気は前世紀を迎える。2002年8月28日、総合格闘技、プライドを主催する。 ドリームステージエンターテインメントの全面協力のもと、国立霞が丘競技場では、初となる格闘技、イベント、ダイナマイトを開催。日本国内格闘技、大会史上最多観客動員記録となる9万1,107人を記録した。同年12月7日に東京ドームで開催された、K、K1 ワールド GP2002 決勝戦では、チケット完売となる7万4,500人の、 超満員の観客動員。2002年12月、工業会社である株式会社 K1 が法人税法違反で摘発され、これにより K1 を取り仕切っていた石井和義が K1 の全役職を辞任する。2003年からは元格闘技雑誌編集者の谷川さだはるが設立した新会社フ e グが主催、運営することとなる。この年に引退した。 角田信明が競技統括プロデューサーに就任。2003年に谷川貞治が K1 プロデューサーに就任して以来、明けぼ太郎などの体が大きくて実力よりも話題性のある選手や、ボビー・オロゴンなどのタレントを参戦させるなど、K1 をスポーツ競技として発展させることよりも目先の視聴率を優先して、実力よりもキャラクター選考の色物選手を、 優先した谷川モンスター路線が始まった。なお、モンスター路線開始当初は、一般層への話題性もあって、高視聴率を獲得したが、従来の実力路線を望むファンからの批判もあった。2003年12月31日、単独では、初の大晦日工業となる、K1 プレミアム2003ダイナマイトを開催、大相撲の元横綱、明けぼの太郎とボブサップの対戦において、 化け物が越されたシーンの視聴率は同時刻の第54回 NHK 紅白歌合戦の35.5%を上回る43%だった。2003年、当時 K1 と契約していたミルコクロコップの引き抜き問題をめぐって、これまで協力体制を築いていたプライドの運営元であるドリームステージエンターテインメントと決別する。 2004年には単独で総合格闘技にも進出、K-1 ロマネックスを立ち上げるが、単発のイベントに終わる。2005年、前年の K-1 ロマネックスを引き継いだ、新たな総合格闘技、イベント、ヒーローズを立ち上げる。その解散に伴って、プライド参戦選手が合流し、2008年3月に、ドリームとしてリニューアル。 2009年度の K1 ワールド GP のシステム2007年からは、スター不在とされる日本人ヘビー級選手の発掘を目的としたトライアウト、K1 ジャパントライアウトを実施。元プロ野球選手の立川隆や、まだ無名だった頃の漫才コンビ、オードリーの春す俊明が試合をした。また、スーパーヘビー級とヘビー級タイトルも新設された。2008年より若年部門。 K-1 ユースシリーズを新設。以降、K-1 甲子園と題し、現役高校生を主軸としたトーナメントを実施。2009年より女子部門の新設を表明。3月20日の K-1 アワードマックスコリア2009にて、イムス・ジョン・ VS ・レイナ戦が組まれた。2010年には、ライト級が本格的に指導。5月2日に初の単独工業を開催した。 2010年以降、K1 の主催会社である FEG が深刻な財政難に陥り、多くの選手へのファイトマネーの不払いが発生。工業開催に支障をきたし始めた。それを踏まえて2010年7月16日、FEG は、上海の投資銀行、プジキャピタルと提携することを発表し、アジアや欧米での市場拡大のために、資金調達をしていくことを表明した。しかし、 それでも、財政難に歯止めはかからず、その後も、選手、関係者への給与未払いが続出。2011年の K1 グランプリ開催ができなかった。2012年5月7日、ゴールデングローリー代表のバスブーンからフェグの、ファイトマネー F 払いへの訴訟を起こされ、東京地方裁判所民事、第20部よりフェグが、破産手続き開始の決定を受けた。 2012年8月15日、旧 K1 から称号を変更した、ライツコムが、破産手続き開始の決定を受けた。これらの混乱の中、2011年11月に、K1 創設者の石井和義は、K1 の新たな主催団体として、国際 K1 連盟を設立し、2012年より、フィーカ主体で、K、K1 の工業体制を再構築する方針を、明らかにした。 一方で、香港では、2011年8月に新会社、K1 グローバルホールディングズ・リミテッドが設立される。2012年1月にイムコムホールディングスが、K1 グローバルを買収。過半数の株式を取得して、K1 の世界大会の工業権を獲得した。2012年5月16日、元 K1 マックス世界王者のマサトが、エグゼクティブプロデューサーに就任。 2012年5月27日、K1 グローバルが運営会社となって初めての大会、K1 ライジング2012、K1 ワールドマックスファイナル162012がスペインのマドリードで開催。この大会では、K1 のミドル級トーナメントのファイナル16が行われ、アンディサワーラ多くの競合選手が出場したほか、スーパーヘビー級ワンマッチには2003年3月30日、 以来9年ぶりの K1 参戦となるミルコクロコップ、キックボクシングを引退して、プロボクシング転向を表明していたバダ・ハリラが参戦した。2012年10月14日に、東京、両国国技館で無差別級トーナメントの1回戦となる、K1 ライジング2012ワールド GP ファイナル16を開催した。2012年11月、K1 グローバルに対して、イギリス領、 バージン諸島に本社を送歴史インベストメント、リミテッドを割り当て先とする、第三者割り当て増資が実施され、イムコムの連結対象から外れる。また、2012年限りで、マサトが EP 辞任。2013年3月15日に、クロアチアで10月14日勝者による無差別級決勝トーナメント、K1 ワールド GP ファイナルインザグレイブが開催され、 ミルコクロコップが初優勝を収めた。2013年12月からは、K、K1 ワールドマックス2013が順次、開催されており、2014年3月に決勝が行われる。格闘技工業の一方で、2013年より、K、K1 ジムのブランド名で、総合格闘技を中心とした、スポーツジムの展開を始めている。2013年8月には1号店を、東京、 武蔵小山にオープンし、2014年4月には小ヒルイ巻高雪率いる小ヒルイ巻道場をリニューアルする形で、エビスに2号店をオープンした。同月には続けて、総本部を新宿の全スポーツパレスにオープンした。2014年5月29日、K1 ワールドリーグの発足が発表された。K1 ワールドリーグは、K1 グローバルから、 日本地域の独占ライセンスをとって、K1 実行委員会が主催し、実行委員会には、プロデューサーの前田健作、内田康博、小昼井牧高行、梶原隆二らが参加している。運営は、立ち技格闘技、イベント、クラッシュを主催しているグッドルーザー、制作は M-1 スポーツメディアがそれぞれ担当する。7月21日に、 アマチュア大会の K1 チャレンジを開催し、K1 ワールドリーグは国立代々木競技場第2体育館で11月3日に旗揚げされる。K1 ワールドリーグは旗揚げ目前の2014年9月26日付で K1 ワールド GP に解消し、K1 グローバルと競技の上で日本国内で開催される大会名として K1 ワールド GP in Japan を使用する。 2016年11月3日の国立代々木競技場第2体育館大会から大会名を K1 ワールド GP ジャパンに変更した。2016年11月をもってプロデューサーが前田からクラッシュプロデューサーである宮田光に交代した。2017年6月からは埼玉スーパーアリーナコミュニティアリーナで大会を開催している。 また旧 K1 と異なり国内の選手は、専属契約であることを明言している。2018年12月17日より宮田に代わって、K1 とクラッシュで解説を担当している、格闘技ライターの中村拓大野がプロデューサーに就任した。2019年には3月10日の埼玉。 スーパーアリーナに始まり、6月30日に、両国国技館、8月28日にエディオンアリーナ、大阪など全国各地での大会が決定している。また、発足以降、記者会見時の乱闘騒ぎや、トラッシュトークが過剰になっていたことから、同年6月以降は、具体的な線引きはないものの、それらの行為に対して、ファイトマネーの減額や没収試合などの罰則が、 課せられているこれらはあくまで K1 のオフィシャルルールに過ぎず、実際の工業では異なるルール、例えば総合格闘技ルールや、それとの接中ルールの試合も行われている。無差別級、トーナメント、スーパーヘビー級、ヘビー級のワンマッチを中心とした大会。1993年の第1回から富士テレビで放送され、1996年の大会から、 全国ネットとゴールデンタイム放送に格上げされた。旗揚げ当初から K1 グランプリという名称だったが、本格的な世界進出を開始した2000年に、現在の K1 ワールド GP シリーズへと改称された。また、CS 放送、フジテレビネクストでも2009年まで放送されていたが、2010年からはスカチャンでの PPV 生中継に移行した。 同局の格闘技情報番組 SRS と連動しており、同番組の歴代格闘ビジュアルクイーンがリポーターを務めていた。ハーフタイムショーでは話題となっているグループのパフォーマンスが行われる。K1 ワールド GP2009 ファイナルでは AKB48 が K1 ワールド GP2010 ファイナルでは桃色クローバーが出演した。 ミドル級及びライト級のトーナメント及びワンマッチの大会。2002年の第1回から TBS 系列で放送されており、日本代表決定トーナメントを皮切りに年4回開催された。地上波放送から数週間後以降に TBS チャンネルや BSTBS でも放送、試合をピックアップして、 J スポーツでも放送されていたが、2010年5月のライト級トーナメントからは、スカちゃんの PPV にて、MAX では初となる生中継を行った。TBS による編成上の都合からか、平日と祝日に開催された。2009年以降は、内藤大輔や亀田幸樹、大輝兄弟のボクシング世界タイトルマッチと、セットで中継される機会が多くなった。 2007年より TBS 系列で放送。2007年2月、K1 ワールドマックス日本代表決定トーナメントにてヘッドギア着用の特別試合として現役中学生だったヒロヤが K1 史上最年少デビューを果たして3、RKO 勝利を収め、翌日のスポーツ新聞の一面を飾るなど話題となったことをきっかけにスタートした。K1 甲子園は 年齢18歳以下の現役高校生ファイターによるイベント。同年12月31日の K1 プレミアム2007ダイナマイトでスタートし、2008年までは 62kg 以下級のみで行われていたが、2009年からは 70kg 級も行われることになった。名称の由来は全国高等学校野球選手権大会が行われている。 阪神甲子園球場から、真空主との全面協力で行われている。2008年は、K1 甲子園の地区予選トーナメントが、各地区ごとに、K、K1 甲子園予選トーナメント試合ルールにのっとって行われ、予選優勝者が、K、K1 甲子園トーナメントに進出し、決勝大会は同年大晦日のダイナマイトで行われる形式だった。2009年からは、 地区代表決定戦もリングの上で試合を行うこととなった。K1 ワールドユースシリーズは、K1 甲子園の反響の大きさを受けて2008年にスタート。20歳以下の K1 選手育成、強化を目的とする世界的プロジェクトである。世界各国において U-20 のトライアウトを実施し、強化選手を選抜し、ナショナルチームを編成して、 国別対抗戦を行っている。K1 ワールドマックスシリーズの大会で対抗戦を行うこともある。ワールドユースの日本代表チームの監督は前田健作が務めている。2003年より TBS 系列で放送。2001年2002年の大晦日に TBS 系列で放送していた猪木ボンバイエが2003年は日本テレビに移り変わって登場したイベント。 これによって2003年の大晦日は日テレ系イコール初期祭 TBS 系イコール K1 富士系イコールプライドと3曲で格闘技イベントが放送された K1 ワールドマックスシリーズドリームと同様に富士テレビが主に扱うヘビー級選手の出場もある開催地は2003年のみ名古屋ドーム2004年からは大阪ドーム2008年からは 埼玉スーパーアリーナ。1997年から日本テレビ系列で放送開始、2004年の6月の大会を最後に打ち切り、日本人ファイター育成を目的に立ち上げられたシリーズだが、日本人ファイターと規格外の体格を持った、いわゆるモンスター系のファイターとを対戦させ、総合格闘技ルールの試合も行うなど、実験的要素の多いシリーズでもあった。 このシリーズでブレイクしたモンスター系ファイターの一人にボブサップがおり、サップは後に新日本プロレスの IWGP ヘビー級王座を獲得した。また、新たな K1 ファン掘り起こしのため、系列局などのタイアップによる地方工業も積極的に行っていた。現在は独立したシリーズとなっている K1MAX シリーズももともとこのシリーズの中で K1JMAX として実施しており、 マサトやコヒルイマキタカユキもここで、K、K1 デビューしている。競泳ボクシングジムが、シュートボクシング初代全日本カーディナル級王者、大村勝美を専属コーチに迎え、K1 競泳ジムの看板を掲げて参戦したことも、あった。テレビ放送のナレーターはタルキツトム。VHS や DVD 版は、基本的に、ナレーターなし。マスコットガールは優香。共に、TBS 系列で放送。 また、地上波の放送から数週間後以降に、BSI や CS 放送、TBS チャンネルでも放送される。J スポーツ ESPN でもメインの試合をピックアップして放送された。ドリームへの移行に伴い終了。2014年11月3日の、K1 ワールド GP インジャパン第一弾となる、K1 ワールド g p 2 0 1 4 6 5ラム初代王座決定トーナメントは、 ガオラスポーツで生中継され、以降畜自動チャンネルで放送。2015年9月22日の、K1 ワールド GP2015、サバイバルウォーズは BS スカッパー。で生中継。同年10月8日より、新生 K1 にとって、初となる地上波の情報番組、新 K1 伝説がテレビ東京にて放送をスタート。2021年3月28日までは、無制限。 ありがとうございます。